蝶徳禅寺本堂。蝶徳禅寺は、兵庫県明石市にある臨在修明神寺派に属する、寺院。三号は、天徳山。本尊は奥るみ。別名は、蝶徳寺、蝶徳庵。天徳山。蝶徳禅寺は、臨在修明神寺派に所属。いわゆる禅宗である。現在、日本に現存する禅宗の系統には、他に、総当宗と大幕宗がある。 蝶徳善寺は、安土桃山時代、天正十一年創建とされているが、昭和四十七年十一月兵庫県、過去軍役所発行の過去軍史によれば、天正二年改装と記されている。現住職で、第十六代目である。三門は、教皇四年建立である。本尊は、おくるみで、脇地に、阿南尊者と歌唱尊者の三尊物を拝す。 平成7年1月17日の阪神、淡路大震災で、長徳禅寺も被災したが、平成17年5月、約10年をかけて、本堂等の大改築を完了し、現在のように整備された。本堂は、客殿様式で、京都の専門大工場集建設により、臨済州らしい完結で上品な法上となっている。三門は、震災前は南側にあったが、 現在は当面に、道大区により解体修理移築されている。また、東山鎮守を祀る、愛禅明王堂も、震災で半壊したので、取り壊し、現在は本堂王の位牌堂に鎮座する。愛禅明王が鎮守として祀られているのは珍しい。他に、寺門は、三葵で、徳川家の御朱印刷が存在するが、先に述べたように詳細は不明である。ありがとうございます。